皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。今日おすすめするのはスティーブン・キング、トム・ゴードンに恋した少女、池田真紀子役、川出文庫です。前も言ったと思うんですけども、何回も文庫化される本は必ず名作であるというのが、私の持っていることで、これは、新潮文庫になった後に今回川出文庫になりました。その新潮社から出てる時に、読んだんですけども、相変わらず私は、すっかり筋立てを忘れておりまして、また改めて、感動して、ついさっき読み終わったんですけど、ラストは涙ぐんでしまいました。少女が主人公なんですけども、ちょうど同じ年頃の、子供がいることもあり、どうしても、お父さん目線で、見てしまい、そしてだから余計ラストシーンもぐっと来たわけですけども、ぜひ、なんていうかな、こう、お父さんにも読んでほしいっていうかですね、すごく、こう、超一流のエンターテインメントなんですけども、こう、お父さんとしてグッとくるという、そういうものかなと思いました。そして、キングにしては、薄べったい、本なので、大体ね、この分厚いの2巻組とかになりがちなんですけども、なんていうかな、それはそれですごく嬉しいことであり、しかしこうやってこうきっちりまとまったものも素晴らしいっていう、もう参りましたとしか言いようがないんですけども、ですから、こう、キングの入門書としても最適なんじゃないかというふうに、思います。そして、こういうふうにですね、野球が重要なモチーフになっているわけですけども、試合開始前から1回2回3回と試合終了後までこう正立てになっていて、これね、9回裏リリーフエース登板と書いてありますけど、そこもね、また心にくい構成になっております。ちょっとこれもう読まないといけません。それだけ申し上げたいと思いました。ぜひキングに馴染みのない方も超おすすめなので、ぜひ、今日ご紹介したのはスティーブン・キング、トム・ゴードンに恋した少女、池田真紀子役、川出文庫です。また決してこれはキングの代表作っていうふうに言われることはないと思うんですけども、全部が代表作って言っていいか、名作です。ぜひ、別にお父さんじゃなくてもとにかく素晴らしい。ということで、本のすすめ横松新平でした。皆さんごきげんよう。